お時間になりましたのでただいまから株式会社ジャパンディスプレイ2023年度第2四半期決算説明会を開催いたします本日はお忙しい中ご参加をいただき誠にありがとうございますそれでは本日の出席者をご紹介いたします代表執行役会長 CEO スコットキャノンでございますスコットキャノンでございますよろしくお願いいたします 執行役員 CFO 坂口春彦でございます。坂口春彦です。よろしくお願いいたします。執行役員インフィニテック事業部長飯塚和也でございます。飯塚和也でございます。よろしくお願いします。執行役員 CTO 中島義春でございます。中島義春,春でございます。よろしくお願いいたします。 財務企画部長、石川和樹でございます。石川和樹でございます。お願いいたします。また、オンラインで執行役員、オートテック事業部長、福永誠一が参加しております。福永誠一でございます。よろしくお願いいたします。それでは、はじめに CFO 坂口より、第2四半期の業績報告を申し上げます。よろしくお願いいたします。 改めまして、坂口春彦でございます。よろしくお願いいたします。あの、本日は、まず私から、2023年度上期の業績の概要のご説明を簡単にあの申し上げまして、で、続きまして、あの、弊社キャロンの方から、事業報告並びに、メタグロス2026のアップデートをお話し申し上げます。よろしくお願いいたします。えー、早速でございますけれども、 4ページをご参照ください。ご覧いただいておりますのは、23年度上期の決算の概要でございます。ご覧のとおり、売上高に関しましては1199億円。それから営業利益に関しましては、 214億の営業損失、それから市販基準利益に関しましては、287億円の市販基準損失という形で、あの大変申し訳ないことなんですけれども、赤字が継続しているという状況にございます。ただ一方で、あの、すべての項目に関しまして、 え、気象当初に発表いたしました予想対比で見ていきますと、すべて上振れての着地というふうな形となっております。で、あの、簡単に売上の方からご説明申し上げますと、あの、いわゆるコア事業として位置づけております、社債それからスマートウォッチ、VR に関しましては、順調に売上が推移しておりまして、一方で、ノンコアと位置づけております、液晶スマートフォン事業に関しましては、あの、戦略通り、ここはもう淡々と縮小を手掛けて いいる次第にございますで利益の項目に関しましては、すべて計画よりも上,上振れて着手いたしましたけれども、その主な要因と,しましてといたしましては、まず円安による効果、それから生産性の向上、それから固定費の削減。 で、あの、戦略事業の一つとして位置づけております、オーレッド・ u ー l ール事業の黒字転換というものが、こうそうしまして、あの、こういったような結果となってございます。なお、あの、今期よりですね、あの、今までは従前、あの、売上高の分野の名称を、社債、 モバイル、ノンモバイルというふうに申し上げてきましたけれども、あの、今期をもちまして、よりその中身、その実際のその分野の中身が分かりやすいように、従前モバイルだったものを液晶スマートフォン、それから従前ノンモバイルだったものをスマートウォッチ VR 等というふうな形で名称変更させていただいております。実際の売上分野の区分は一切変更してございませんので、あくまでも名称のみの変更ということでご承知おきください。 Thank <laughs> you. 続きまして5ページなんですけれども、ここは、あの、ほぼ4ページと、あの、かぶった情報となっておりますので、割愛させていただきますけれども、ここで、あの、強調させていただきたいのは、あの、コア事業の社債、それからスマートウォッチ、VR は、あの、順調に進んでいると。あの、社債に至りましては、あの、かねてからご案内のとおり、不採算製品からの撤退で、一時的に今、えっと、減収なんですけれども、中長期、あの、中長期の成長トレンドというのは変わらず、あの、堅調なままであると。で、一方で、ノンコア事業、 の液晶スマートフォンというのは、ここはもうあの戦略通り粛々とあの撤退に向けて今、あの縮小をしているという状況に変わりはありません。で、えー、次ページ、6ページなんですけれども、えー、2023年度上期の営業利益の増,あの増減要因分析でございます。滝流れ図の形で表現しています。向かって左側、前年同期比向かって右側、起、え、承、ー、のえと対外 発表の予想比という形となっております。 で、あの、主な変動要因といたしましては、まあ、前年期で見ますと、数量が減っておりますのは、これは、あの、かなてからご説明申し上げてますとおり、LCD、あの、液晶のスマホ事業の縮小が主たる要因でございます。で、左右のグラフともにですね、あの、ミックスエネルギーというふうに書いてありますのは、ここは主には変動費の上昇要因というふうにご理解ください。やはり変動要因、あの、変動費の要因、あの、いま、いまだに厳しい市場環境は続いて 続いておりますので、あのその効果がこういった価値で 形で発言しております。また、あの、固定費の削減に関しましては、本当にあの、地道な努力を持って、えっ、ー、と、々淡々と、あの、進めてきておりまして、まあ、その効果として、あの、いずれのグラフにおいても、固定費の削減効果という形でプラスな、え、要素がございます。で、まあ、その他は主にあの、会計要因でございまして、あの、左側前年同期費に関しましては、あの、前期費で大きく落ちているんですけれども、ただ、一方であの、前期、 の紙機はのはあ中国のロックダウンの反動増というものがございましたので、ここの白落はかなり大きく効いて、えー、今回このような形で減少しています。一方で、右側の、えー、対予想比のチャートとしましては、あのしっかりとあの上振れて着地をするというような結果となってございます。で、えー、と次にですね、あの情報修正を含む業績予想の,、えー、あのお話、ご説明を申し上げます。えー 9ページでございますけれども、あの、こちらにお示ししておりますのは、えっ、ー、と、情報修正後の、えー、業績予想数値でございます。えー、まあ、すべての、 項目、売り上げ、それから全ての利益項目に関しましては、通期で、えっ、ー、と、情報修正という形となっております。あの、主な、えっ、ー、と情報あの、情報修正要因としましては、あの、下期の予想に関しましては、ほぼ変えてごません。まあ、微減から、あの、無変化という形で、基本的には、あの、 上期の上振れがそのまま、あの、通期の、に乗っかってくるというような形で、あの、その要因というのは、あの、この上の方にも記載してもございますし、あの、先ほどの、えー、とご説明でも申し上げた通りでございます。ただ、一つだけ、あの、ご留意いただきたいのは、ここであの、スマートウォッチ VR 等、あの、従前ノンモバイルと記載させていただいたところの下期の、あの、予想を大きく、えっ、ー、と、引き下げてございます。ここは、あの、先般、 市場の中でも、あの、もろその VR に関する、え、不透明感が増しているということを受けまして、当社といたしましても、少し保守的にここを引き下げて、年末商戦の結果等々を、え、鑑みた上で、あの、再度、あの、精査するというような形として、えっと、一旦は引き下げてございます。で、あの、こちら、え、のページでは、え、同じですね、その上期から下期に、 おける営業利益の変動要因をお示ししている滝き流れ図でございます。で、ちょっとあの申し訳ないんですけど、これ当初、えっと本日あの公表いたしました決算説明会資料ではちょっと過ちございまして、一番右側の営業損失とすぐ左側の固定費改善という数値が間違ってございまして、今表示しておりますのは これは、あの、訂正後のものでございます。で、実際、あの、あの、開示資料も、これはもうすでに差し替え済みでございますので、あの、差し替えた資料、それから画面に投影されている資料を、えー、ご覧いただければというふうに思っております。あの、すいません。あの、大変失礼をいたしました。で、あの、ここで強調したいのはですね、あの、紙機の営業損失214億円から、種目にかけては、 126億円とほぼ半減をすると、という構図になっておりまして、これはあの、でも、基礎からですね、ご説明申し上げている通り、スマホ、液晶スマホからの撤退ですとか、社債における不採算製品からの撤退というもので、紙付で、あの、大型、海を出しまして、下期から、えー、下期それから下期以降は、あの、きっちりと、あの、収益の改善につなげていくと、という構図に変わりはないということを、ここで表現させていただいております。 で、あの、こちら、あの、今回の紙機の決算の最後のページとなりますけれども、こちらに関しましては、えー、前年度の下期から、えー、本年度の下期にかかる、えー、増減要因を同じく炊き流れるという形で表現をしてございます。で、こちらでもですね、あの、ご覧いただけます通り、えー、と営業損失がほぼ3分の1まで、 圧縮をするということで、あのまだまだあの赤字ではございますけれども、あの黒字化に向けてしっかりとあの収益性の改善、それから固定費の削減を地道にあのここは継続的に努力をしていくつもりでございますので、まあ、こういったようなあの路線でもって今現在進捗中であるということを表現させていただいております。あの私からの、えー、上期の業績に関するご説明は以上とさせていただきます。ありがとうございました。 それでは、私の方から、授業報告、または、メタグロース2026のアップデートの説明をいたします。まず、総括なんですけども、あの、大変恐縮です。総括は4枚にわたるんですけども、なかなか同時進行で我々やらないといけないことがいっぱいございますので、えー、きっちりと、あの、それは、えー、それに取り,取り組めないといけないので、ちょっと4枚になってしまいました。お許しく,ください。 まずは、えっ、ー、と、抜本的な事業モデル改革は、あの、当然、必要でございます。それをやっている最中。それをやった上で、えーまあ、万弱の収益の基盤を作って、えー、我々の、えー、世界初、世界一の技術を元に、新しい、えー、グローブルディスプレイエシステムを構築中であると確信しております。 で残念ながら、あの、それを、えー、抜本改革を講じるにあたり、我々も苦渋の決断も必要でございますので、えー、この四半期に、えー、その抜本策、うん、収益控除策の一環として、私どものも鳥取工場の、えー、生産終了を発表いたしました。どうしても、あの、古い、 えー、古いラインであり、競争力があの足りない工場、えー、はありますので、我々のもっと競争力の高い工場に、えー、生産移管を図っております。これも反省でございますが、えー、我々の、えー、オレル、有機イエレルの市場参入があの遅れました。であの、遅れたせい、我々が挽回を図らないといけない、まあ、追いつけ追い越せ、作戦が必要だったんですけれども、 幸いなことに、えー、これ非常にあの見事に、えー、できて、えーまあ、基本的に我々が、えー、ディスプレイ、えー、テクノロジー全体的に非常に、まあ、長年蓄積した知識、知見ありますので、教具優勢は現時点で、オーレンの手動には我々は確立しているというふうにあの思っております。で、顧客からの受注が非常に あのまあ、お需要が旺盛ございますのでおかげさまでお礼事業はすでに、えー、黒字転換できました。で、前期ひであのその顧客の需要という話になりますけれども、えー、我々が今期売上げ増を74%を想定しています。というのは非常に何ていうかな。 あの、悲しい、えー、嬉しい、<laughs> 嬉しい問題ですけども、も我々の生産能力が今、あの、足りない。あの、お客様からもっともっと、あの、JDI からのオーおーが欲しいのに、えー、そのラインをの再構築。あの、で、その再構築するにあたり、まあ、一時的なラインダウンだったりしないといけないので、お客様がもう一個、もう一台でも多いという、あの、ご希望ある中では、なかなかその調整が難しいんですね。 えと、申し上げても、非常に大きな需要があって、非常に大きな需要に対する大きなや像を、今期中を図り、あの、まあ、実現します。で、ああおかげさまで、来るい転換となりました。で、これから e-leap がありませんね、ありますんで、今は私申し上げたのはあくまでも既存俺の我々のものを説明しております。で、e-leap。 は、あの、まあ、既存オレと比べて、えー、圧倒的なコースパフォーマンスを有しておりますので、えー、どうしても生産能力が必要です。えー、それあったためには、えー、ウフー氏。あの、ウフー氏って言うんですけども、まあ、ウフ連盟って言った方が正確ですよね。産業パートナーも入ってますので、ウフ連盟との、えー、基本合意を,を行って、えー、我々の E ディープの生産能力を50倍以上拡大します。これもどうしても必要です。 申し上げますのが、あの、お客様の方ですね。ガフ f 系だとか、うん、中心になりますけども、eLeap のディスプレイテクノロジーに切り替えるにあたり、やっぱり我々生産能力が十分にあることが前提になります。で、この生産能力を再確保すれば、我々はお客様と密接に話し合ってますので、もう、我々はずっと雑誌し,した。 JDI の再建だけじゃなくて、周りの JDI の夢は実践できることになると思いますので、このウフ、後なしは非常に重要であると思っております。で、eLeap を、えー、ウフとやることになりましたので、HKC との組みをあ、取り組みをもう組み替えことになりました。えー、なので、e、eLeap 中心であったものを支え事業の協業ということに切り替えました。 最後のポチですけども、e リ e a p 中心にいって我々はメタクロスを今、測っているんですけども、その活動化のためには、えっと、そのエンジニアリングリーソースを確保したことができましたので、非常に飛躍的なプラスになるというふうに思っています。 最後ですけども、ステネビリティ系は当然、えー、引き続き推進しておりますし、チャイナプラスインディアの生産戦略を推進します。まあ今までは発表が HKC さんだったり、ウフーさんだったり、中国中心にしておるんですけども、えー、発表してない。<laughs> もうここでね、あの、ある程度取れますけども、インドの企業との取り組みを引き続き協議してますし、 我々は、あの、製造現場としては中国だけじゃなくて、これからインド、あの、非常に膨大な成長しであるってことは、まあ、皆さんの認識であると思いますので、えー、入るというふうに思います。で、メトクロース2026ですけども、まあ、兼ねてからの説明なんですが、非常に大事な橋ですが、えー、私の、えー、拙い日本語ですし、えー、これはずっと話すと、おさ時間になりますので、割愛させていただきます。 で、冒頭申し上げたんですけども、えー、我々の固定費削減、えー、抜本的な収益の強化策で必要だったんですので、えー、鳥取工場だけじゃなくて、全体的にうち、えー、の拠点整理を行っております。で、E リープの語源、あのー、まあ、これで、えー、目の前にありますけども、えー、やっぱり当社が、えー 先ほど、えー、液晶でアニメが買った。あの、リーディングカップに、液晶ディスプレイのリーディングカップーだったんですけども、その自負あったためには、えー、オレンの切り替えが遅かった。で、その挽回測って、えーあ、他社さんと同じようなものじゃ,じゃなくて、まあ、実際に基存オレンのところで、我々アバンスオレンって言うんですけども、我々の特徴が非常にあって、まあ、他社さんと比べて省エネができる。 高精細はできるということはありますけれども、E-Leap はかなりソンオレンを超える性能性があります。で、軌道が高い、えー、寿命も長い。まあ、ここに書いてないんですけれども、えー、生産プロセスが簡素化したおかげで、大きくコースも下げる、下げることできる。まあ、2割、3割、場合によっては4割ほどできると思いますので、要は、 えー、まあ、文字通り、えー、タイトルがありますけれども、今までにない顧客価値、パフォーマンスが良くなる、コストが安くなるという両立ができる技術がございます。で、環境性も、えー、素晴らしい。水泡プロセスを乾燥した、あ乾燥化したおかげで、えー、使うエネルギーが少なくなりますし、えー、出してる CO2 の排出があの少なくなります。半減ぐらいとなります。 で、しかもですけども、あの、オレン技術が、もう素晴らしい。もう色が鮮やかで、もう本当にトゥルーブラックもできるし、えー、高コントラストあります。で、えー、自然光ですね。えー、液晶と違って人工的な光でもないです。えー、それあってバックライトも必要ないですし、薄くなる、えー、軽くなる、えー、もう省エネとなるということなんです、なんですが、しかも、 え、資格が広いですし、え、高速なんですけども、それが全部のメリットなんですけども、え、左下のところで残念ながら製造コストが高い。で、寿命が短い。ですので、我々がもうスマホを使う場合のですと、多分日本はほとんどが、えっと、オレでありますけども、じゃあオレがだいぶ、え、世の中のでスペインに入るとは思うんですけども、決してそうでもない。スマホは半分ぐらい。 で、あの、社債の場合ですと1%未満がオレになります。IT 経営ですとモニターだとかノートブックだとかもう3%以下。で、同じくテレビは3%以下。も、ま、う、あ、ほ,ほとんどオレが存在してない。こんなに素晴らしいディスプレイなのにっていうことなんですね。で、e l プ p がその2つの大きな問題、コストの問題と寿命の問題を克服します。 で、克服するためには当然小さなものじゃなくて大きなものまでは持っていけないといけないんですけども、開発が急ピッチで進展しています。で、昨年の9月、我々初めてお客様に試作品を出ししたんですけども、今年の7月から面積の58倍ある14インチの試作品をお客様に提供いたしました。で、とっても好評です。 あのそのスペック、えー、または性能ともに、えー、お客様の期待を、えー、かなり超えてます、まあ。要は我々が目指しているのは3つ目のディスプレイ革命ですね。私は結構古い人ですので、あのブラウンカーも当然あの子供の頃あ覚えてますと。えー なんか初めて家庭に動く、えーまあ、動画映像があって素晴らしい。もう素晴らしかったですね。で、その次の革命としては日本の企業のおかげですよ。日本の皆さんのおかげですね。液晶革命だったんですね。LCD で軽くする、持ち運ぶようにすると。もうそれももう素晴らしかったですね。で、オレでは三つ目の革命だったはずですけどね。先ほど申し上げた通りで、いろんな意味で、 あの、その、綺麗さというの鮮やかさあ、あの、えー、鮮やかさとか、そのスピードだとか、軽さとか、えー、もう、素晴らしいディスプレイですけども、なかなか、このコスト問題あって、普及できない。また、ォンの問題あって、まあ、車載は、典型的な事例になりますけども、3年ぐらいしか持たないオレは、もう使えない。なので、e、eDeep 通じて、3つ目のディスプレイ革命は、あれは絶対に、 もう必達としてやらないといけないというふうに思っております。まあ、要は JDI は今までは液晶を中心に赤字事業です。で、そうじゃなくて黒字事業になったオレードを基盤にこれも今までにない新しいオレードを作って真のオレル企業として揺るぎない地位を確立しているというふうに思ってます。 で、大事なところが二つ目のとこになりますね。どうしても今までのディスプレイテクノロジーで、あの、いろんな問題あって、あの、まあ、例えば大きなものを作れないとか、えー、軌道が足りないとか、ある分野においては使うんですけども、他の分野に使えない。e-dip はゲームチェンジですね。あって、年間18兆円の、もうグローバルスペース市場、すべて、我々が目指すことができます。 えー、あって JLI としては、単独の、当然これからブフで、あのお客様からの要望あったんですよ。もう最初はライセンスやろうと思いましたけども、お客様から違う違うと。もう JLI から買うんだと。いうことになりましたので、じゃあ単独で我々がうちの事業を立ち上げることにしましたけども、中長時に、我々がこの技術を確立して、 その素晴らしさを顧客の商品に載せるということで、えー、もう確認できたところは、あの、まあ、ライセンス等。我々の力だけで、あの、世界の全ディスプレイには作れる能力がないと当然分かってますので、その未来を作っていくと、まあ、JDI 考えております。まあ、だいぶ長く話しましたけども、あの、以上とさせていただきましょう。 あのご質問等ございましたらぜひお答えしたいと思いますのでよろしくお願いいたしますはい、えー、それでは皆様からご質問をお受けしたいと思いますご質問のある方は挙手ボタンを押してください私がお名前をお呼びしましたらご自身でミュートを解除いただきご質問をお願いいたします、えー、それでは高山様お願いいたしますポットさんの方に伺えればと思うんですけど、うん えっとまあ、この中国の提携に関してあの、まあ、これまでも、まあ、これ全然違う話でしたけど、まあ、出資に関しても結構話が進んでてなかなかうまくいかなかったりまた、この FTC さんともあの話が変わってきたりで今回、えー、っとこの市の方ですよねあの行政のことのタイアップということでこれ、どれだけその 硬いものっていうか、うんとまた突然変わる可能性もある、要は、えーと、そこの信頼度っていうんですかね、それってどういうふうにこう御社としてはジャッジできるものなのか、えー、そのあたりってどういう今、感覚でしょうか、あの多分何回も何回も、えー、中国企業さんとか行政さんはやっぱり御社の技術とかの魅力はあって、もしくは会社自体にも興味を持ってたという時もあったと思うんですけど、やっぱりなかなかうまく。 えー、まあ結果というか、形にならないことが多かったので、まあそのあたりのこれまでのレッスンっていうかな、どういうふうにこう感じられて、で、こっからはそうじゃないよっていうところが何かこう、改然性のある形で伺えればありがたいなと思ったんですけど、いかがでしょうか。はい、かしこまりました。あの、実言うと、まあ今回は、今までの教訓、まあレッスンとおっしゃいますけども、あの、生かしたものだと思いますけどね。というのは、えー、 HKC さんと声援を持って、えー、まず MU を締結しましたと。MU を締結するとしても、はい、最終締結なのか何なのかってね、わ,わかんないんじゃないですか。だからどうしても、はい、あの、他の候補さんと、えー、継続、まあ、協議しないといけない。で、そのプロセスなければ、はい、先ほどウフ連盟と申し上げるんですけども、どう見ても、えー、ウフさんの方が強い。 で、あの、e-leap を、えー、本当に大きなスケールをやるんだったら、えー、ウフさんと直接やると。まあ、しかも、先ほど申し上げるんですけども、顧客からのフィードバックもいただいたんですね。あの、JLI から直接に購入すると。まあ、要は何がことなかというと、私が、まあ、弾を下げてっていうことなんですけども、結局、えー、HKC の当事者に謝罪のお手紙を送って、 大変恐縮ですけども、イリープの、えー、と最終締結は、えー、あの難しいと、えー、別の、えーまあ、機関とやることになりましたと。その話し合いなければ、じゃあ、社債の協業を続けませんかということがあったんで、そうしましょうと。あの非常に HKC さんを尊敬してますということをしたんですね。うんえー、あって、あの、 あのな,なんか外からから今高橋さんこのおお言葉で言って事例がなんかミスをしたということはないんですけどもうあの決してそうではないんでちゃ,ちゃんとやってるつもり <laughs>、えー、でやってたちゃんとやってたおかげでもより良いものにあの仕上げることななるというふうに思ってます。今で、ね、答えになったでしょうか。 なるほど。つまり、まあ、御社の方から、やっぱり条件が合わなかったと。うん、より良い,い条件のところが見つかっているという意味ですかね。まあ、そうですよね。あの、HKC さんも IPO を目指したんですけども、それをちょっと、あの、撤回することになっんですけども、先方の事情はある、もう、あるかと思いますけど、いろんな意味でね。まあ、結局、はい、あの、ウフさんとの、えー、組み方が、 ように、え、違いないっていうふうに判断させていただきました。あの、大変恐縮ですけども、うん。なるほど。はい、わかりました。ありがとうございます。すみません。高山様、ありがとうございました。他に、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、それでは、沢登様、あ、お願いいたします。電子デバイス産業新聞の沢登です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。 はい、えっと、なかなかちょっとお,お答えづらいところなのかなと思うんですけれども、えっと、 まあ、御社その構造改革を進めて来られる中で、えっ、ー、と、ずっとその、まあ、単なるパネルメーカー、パネルを生産するだけではないメーカーになるんだっていうことで、こう、いろいろ製品、最終製品に近いところであるとか、まあ、その単なるパネルメーカーからの脱却を,を狙ってですね、こう、いろいろこれまでこう、あがいて来られたというか、あの、施策を打ち出してきたというのが、ここ数年の取り組みだったのかなと思いまして、で、あと、 あのロイヤリティビジネスっていったところに、えー、こう力を入れていくっていう形で進められてきたと思うんですけれども、まあ、あの、先ほどの話にもあったように、こう、もろもろの条件があって、 あの、うふさんとの、その、取り決めに、こう、着地したっていうところはあると思うんですけれども、な,なんだろう、こう、旗から見てると、また、こう、大量のパネルを作ってって大丈夫なんですかっていうようなところがありまして、えっと、そのあたり、どのような、こう、お考えというか、こう、捉え方っていうかですね、その、うふの方でもう、あらのその土地だの、工場だの、もう政府だの、 いろいろ出してもらって、ほとんどその JDI さんの方では、もう作るだけでいけばいいんだよっていうような、あい,い,いい条件なんだろうなというふうにごすあの推察はするんですけれども、それでこう、なんだろうな、こう、パネルを作ってるだけではないっていうか、こう、付加価値っていうか、御社にとってのその、えー 全体的な黒字転換をしていけるようなこう見通しっていうのがそんなにすごくあるのかっていうのがちょっとこうおきお聞きしたいなっていうのがあるんですけれどもちょっとむず聞き方難しいんですけれどもそのようあのどのように考えてらっしゃるんでしょうかはいさあのぼりさんご質問ありがとうございました私からご答えいたしますね、まあ、3点なんですねあのまずは、えー、おっしゃるように、えー 競合優位性のないサプライヤーであれば、あの、全く収益性は期待できませんと。まあ、なので、あの、ある意味は単なるパネルメーカーの問題は、パネルメーカーじゃなくて単なるっていうことですね。まあ、単なる TMC、えー、TM SMC は単なるファンドウーイじゃないです。TMC さんが、えー、他の会社さんができないことができて、収益性がついてくるんですよ。 なので、我々の、えっと、単なるを脱、脱単なるですよ。他社さんができないもの、えー。我々が世界初、世界一のものに、あの、もう絞ってですよ。うん、あの、お作りします。e-leap はその類の一つになります。それ一つ目の、あの、対策ですね。今言うと、ん、収益性の、はい 違うもの。なぜかというと、過渡競争じゃなくて、コモディティ商品じゃなくて、独自商品と、価値の高い商品を作ること。二つ目としては、えー、まぁ、あ、ごさんと話し合えば、えっと、ま開示資料以外には振ることできないんですけども、ご想像の通り、えー、で、経済合理性の高いやり方でやります。まあ、全体的に我々はアセットライトかまあ、ファーブライト、うん、まあ、ファーブレスの、えー、いわば、 重い、えー、重厚長大的な事、えー、業モデルじゃなくて軽い事業モデルに切り替えていくということですね。3、うん、つ目のところとしては、うん、私はあえてライセンスしてないんですよ。ライセンス収入はもうどっかのタイミングで出てくるんですけど、もう少し目先のところとしては、サ、え、ム、ー・ノボリさんがおっしゃったあのディスプレイを超えて、 あの、まあ、ソリューション系だとか、えー、これはもうど、どう、当社の独自技術になりますけども、えー、全然違う収益性のある、えー、ところに参入します。まあ、ディスプレイの問題は、あのー、あの、ものすごく大きいんですよ。市場が。先ほど言ってた通りで、え、年間18兆円です、ですし、しかも成長してます。バリバリ成長してますために、過督予想なんですけどね。 えなので、ディスプレイのみならず、ディスプレイを超えるっていうことが、我々の,の作戦であり、我々のもう今、例えばルミフィーのえっと署名だとか、ライブサイエンスとかまだ発表してないんですけども、もうこれから続々出てきますけども、その3つが中心になりますね。あの、要は、ちゃんと差別化ができて収益性の高いものを作る。しかも事業モデルをアセトライト化する。 最後としては、競合、早かしさが、えっと、ディスプレイと比べて、全然低いというところの市場参入を我々の QPD で貸していくということですね。うん ありがとうございます。よくわかりました。あともう一点なんですけれども、インドのお話が出たと思す。前回のその決算発表の時は、インドっていうと、まあ中国、チャイナをやってから、まあその後かなと、あの、時間的にはっておっしゃってて、まあだからまあ5年後ぐらいかなみたいなことをおっしゃってたかと思うんですが、今日のあの感じですと、もう少し手前になってくるのかなっていう印象を受けたんですけれども、そのあたりどうでしょかそうですね。まあ相手側が非常に熱心で、 政府もととも熱心ですスのので、まあ、謝るかもしれないですね。うん。あ,<ー>あの、っていうのは、その条件次第ですよね。うん。<ー>なので、かなり、まあ、高条件になる可能性は、あの、あの、まあ、結構、まあ、初期段階ですよ。うん。だけども、条件が、あ,<ー>あの、良いですし、はい、前回も申し上げたんですけども、要は今まで我々はインドミッチしたんですけども、あの、要は、 大型テレビだとか、液晶を中心にとか、<っ>あの、我々は特に、得意だと思ってませんし、未来、はい、ギリスではないと思いますので、あの、今回は E-Leap ですよね。うん、なので、ぜひ<ー>とも、インドで E-Leap ということなんですけども、ハードルが、いろんな意味高いんですけども、倍に <laughs>、えー、まあ、場合にってと思いますね。うん、あ,<ー>あの、インドに入ると思うんでしょどっかのタイミングで。そのタイミングが、まあ、あ先ほど申し上げたんですけど、早まったかもしれないですね。 ああで必ずしも中国の後にやるとかっていうよりは、どっかの時点でこう並行してやっていくような時間軸みたいな形で、あちらさんが迫ってきてるっていう。あのい中国先だと思うんですよ。とても早いんですけど、<あ>でだけども、はいまあ、常時進行、うん、なる可能性はありますね。わ、はい、かりました。社債はインドは考えていらっしゃらないってことですね。e ー e a p ってことですね。現時点の e ー e a p の話です。 わかりました。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。様、ご質問ありがとうございました。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ご質問ある方は挙手ボタンを押してください。はい、えー。それでは他にご質問ないようですので、これをもちまして本日の説明会を終了とさせていただきます。本日はお忙しいところ、ご参加をいただきまして誠にありがとうございました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。